こんにちは。今皆さんは好きな人はいますか？その好きな女性に、私この人のこと好きかもと思ってもらいたいななんて思いませんか？そんなことできるの？簡単にはできなさそう。自分にはハードルが高すぎるなんて思って諦めていませんか？そんなこと思う必要はありません。実は思っているより簡単な方法で、女性に私この人のこと好きかもと思わせることができるのです。一度あなたのことを気になりだした女性は、あなたとのちょっとした出来事でキュンとしたり、ドキドキしてしまったり、会社や学校以外でもあなたのことばっかり考えてしまい、どんどん好きになってしまうようになるのです。しかもこの方法は、直接的に女性にアプローチをかけるよりも控えめにアプローチすることができるので、ガツガツしすぎている男性はちょっとと思っている女性にも不快感を全く与えずにアプローチできるんです。とっても役に立つ情報ですので、しっかりチェックしてくださいね。シャイな男性も必見です。方法1、気になる男性だと意識させる。男性と女性では好きになる、恋に落ちるスピードが異なるということは知っていますか？男性は女性に比べると一目惚れや直感で人を好きになることが多いんです。あなたも心当たりがあるんじゃないでしょうか。一方で女性は男性よりも一目惚れすることは少なく、相手のことをよく知ってから好きになります。つまり、この人を気になるななど興味を持ってもらえない限り、恋愛対象外になってしまう可能性があるのです。なので、女性にこの人のこと気になるなと印象つければ、好きになってもらえる可能性がぐんと高くなるのです。ここで注意しなければいけないのは、印象付けようとして自分の話ばかりする人になってはいけないということです。自分に興味を持ってほしくて、俺ってこんなことが得意なんだ、こんなすごいこともできるんだと、ついつい自慢話をしてアピールしてしまうことはありませんか？これはガツガツ女性を狙っているような印象を与えてしまうので NG です。興味を持たれやすい男性は逆に、この人ってどんな人なんだろう、何を考えているのかなと思わせることが上手なのです。女性は男性に比べて雰囲気を大事にする人が多いです。なので、雰囲気の良い男性に惹かれやすい傾向にあるのです。この人のことをもっと知りたいなと思ってもらえば、その女性はあなたからの誘いを断ることもないでしょうし、むしろ女性の方から誘ってくれるようになるかもしれませんよ。つまり、女性にガツガツとアプローチをかける前に、この人のことをもっと知りたいなと気になる男性として意識してもらうことから始めましょう。方法2、余裕のある男性というアピールをする。女性は余裕のある男性を好きになることがとっても多いです。ではどうしたら余裕のある男性になれるのでしょうか。それでは、余裕のある男性の特徴や、どうしたら余裕のある人だなと女性に良い印象を与えることができるのかを解説していこうと思います。余裕のある男性の特徴は、すぐに感情的にならないこと、常にポジティブ思考を忘れないこと、優しい雰囲気を持っていることです。女性はこのような男性に良い印象を持つのです。後輩や同僚の失敗に対しても優しい態度で、次から頑張ろうと励まして、改善策を一緒に考えてあげましょう。もし自分自身が失敗してしまっても、ネガティブにならず、次はどうすればよいかと考えることを意識しましょうね。少しずつ余裕のある男性に近づくことができますよ。またデスク上をすっきり整理したり、身だしなみを整えるなど、清潔感を忘れずにいることも大切です。そんな男性には、女性は余裕のある印象を持ちます。性格面はなかなかすぐには変えられないかもしれないけれど、身だしなみからなら簡単に始められますよね。方法3、時々女性の影を見せる。皆さんは女性に男の影が見えると、つい好きな人がいるのかなと諦めてしまっていませんか？しかし女性は少し違います。女性の影がある男性は魅力的に見えてしまうのです。これは、人が欲しがるものは魅力的に見えてしまうという女性の特徴が関係しています。人が良いというものは欲しくなってしまうのです。インスタなどの SNS でみんなが使っているものや、芸能人と同じコスメを買ったりする女性をよく見ませんか？それと同じ心理現象になります。小中学生の頃も、人気の男の子はクラスのほとんどの女の子に好かれていませんでしたか？
これらと同じで、他にもあなたのことを欲しいと思っている女性がいると思うと欲しくなってしまうものなのです。しかもそうなるとあなたへの感情にも自信が持てて、さらに意識するようになるでしょう。しかし女性の影をちらつかせる際には大胆にしすぎないことが大切。あまり大胆にしてしまうと自慢話に聞こえたり、うざい男性という印象になってしまうこともあります。逆効果にならないように細心の注意を払うようにしましょう。カフェなどの話題から、この人他の女性と言ったのかなとなんとなく予想させる程度がバッチリです。方法4、焦って連絡先を聞こうとしない。合コンや飲み会などお酒の席で相手の連絡先を知りたい一心で焦って LINE 教えてよなんて言ったりしていませんか？はっきり連絡先を聞いてほしいという女性ももちろんいますが、あまり焦って聞きすぎると女性にも周りの人にもあなたの下心がバレバレ、印象が悪くなってしまい、その後警戒されてしまうきっかけになりかねません。そこで効果的なのが飲み会や合コンの最後に連絡先を聞くという方法です。人は大人数で集まった時、最後に話した人が印象に残るという傾向があるので、下心を感じさせず相手の印象に残ることもできちゃうんです。飲み会の間は趣味についての話などで盛り上がっておいて、飲み会の最後にもっと趣味の話がしたいからなど理由をつけて交換しちゃいましょう。これで下心はしっかり隠せますし、趣味仲間ができることは嬉しいと思うので、心よく交換してくれると思います。方法5、ペーシングを利用する。ペーシングという言葉は聞いたことがありますか？聞き慣れないかもしれませんが、そんなに難しいことではありません。ペーシングとは相手にペースを合わせることを言います。例えば歩くペースや話す速さを女性に合わせてあげることです。そうすることで女性は、私のペースに合わせてくれてるのかなと感じ、良い印象になります。初めはそこまで目立ちませんが、長い間これを続けることで女性は、もしかして私のこと好きだから合わせてくれてるのかなと思い、意識するようになります。女性は一度気にするとなかなか抜け出せないので、気がつくと女性の方があなたのことを好きになっちゃうこともあるのです。無意識のうちに相手にいい印象を与えることができますよ。他にも LINE の連絡頻度や文字量を合わせて返信することもペーシングですよ。これなら簡単にできそうですよね。方法6、女性からの恋愛相談には積極的に乗ってあげる。好きな女性の恋愛相談を聞くなんてちょっぴり辛いな、好きな人がいると知ったら諦めてしまいそうになるという方も多いかもしれません。しかし好きな女性から恋愛相談を持ちかけられたなら、むしろチャンス。しっかりと相談に乗ってあげましょう。比較的女性は自分のことを大事にしてくれる男性が大好き。恋愛相談を通して親身になって話を聞いてくれた、真面目に話を聞いてくれた、優しく寄り添ってくれたなどと思って好きになってしまうこともあるのです。とはいえすぐに女性の気持ちが変わるということではないので、長期戦にはなりそうです。焦らずに少しずつ距離を縮めていきましょう。ここで注意しなければいけないことがあります。いくら女性のことを思ったとしても、別れた方がいいんじゃない、こういう風にした方がいいと思うよなどとアドバイスをするのは NG。 女性は相談に乗ってほしいイコール共感してほしいと思っている人が圧倒的に多いので、あまり解決策やアドバイスをされることは好みません。辛かったね、頑張ったんだねと女性の感情に共感してあげて、優しく認めてあげられるといいですね。恋愛相談がきっかけで付き合ったり結婚したりしたカップルも多く、女性からの恋愛相談はチャンス。しっかりと丁寧に話を聞いてあげましょう。方法7、レディーファーストを忘れない。付き合っているいないに関わらず、レディーファーストのできる男性は女性にモテる傾向にあります。普段からレディーファーストを心がければ、女性からの印象が良くなること間違いなし。例えば、女性の代わりに重いものを持ってあげたり、体調を気遣ってあげるなど、簡単なことでも十分効果的ですよ。他にも、2人で歩いている時に車道側を歩いてあげたりすることも、少し上級者向けですが、とっても効果的。こうやって日頃からレディーファーストを心がけて、女性の心を掴んじゃいましょう。いかがでしたでしょうか。以上の方法を使って女性に
この人のことを好きかもと思わせて女性を落とし、恋を実らせちゃいましょう。もしかしたら女性の方から告白してくれるなんてこともあるかもしれませんよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしています。